突然ですが、ミーティングの時にいろいろお話を聞いていて、ドアスタビライザーつけてみたいな、リニア感を実現するパーツ、違いが体感できるパーツ、ちょっとの変化、そういうの大好きです。安心の本物が欲しかったんですけれども、お小遣いの都合上クイックワイヤーがとっても興味があったので、汎用品それでいいのだ、ぴったりつきそうです。取説も保証もありませんが、商品はええ感じ。純正のサラコネジは緩み止めのワッシャーがついているので、 M8 の 20mm サラコネジを用意しました。取り付け前は軽いカチャ、サラコネジ頭を舐めないようにしっかりと、そんなに硬くありませんでした。自己責任で緩み止め、そしてスライドしながらビスを仮止めしました。トルクは自己責任です。しっかりと締めて取り付けできました。ドア側は T30 のトルクスネジになっています。トルクは緩いです。金具を取り付けします。注意事項としては、金具を締めすぎると金具がぐにゅっと反ります。樹脂カバーをカチッとはめて、気持ちシリコンスプレーを樹脂部に拭いときました。お分かりいただけましたでしょうか。もう一度お分かりいただけましたでしょうか。助手席も同様に作業にかかります。カチャ、いい音です。手順は一度覚えたら簡単、楽々です。カチャカチャしてます。同じ作業を繰り返して、後部座席の右も同様にしっかりとカチャカチャ、ドア側もはい完成。取り付け前は軽い感じ、後部座席の取り付け前です。カチャカチャ言うてます。取り付け後は、音の違いお分かりいただけましたでしょうか。重たい感じ、開きはカッとなります。今までの感覚だとハンドはなりやすいですが、慣れればドフと重たい感じ、バフ、今までとは違う軽い感じではなく重たいドアに変わったの、お分かりいただけましたでしょうか。これだけでもカットフ、この感じだけでもちょっと違ったワークスに乗っているなって思える。ドアの音だけ変わっただけでもワクワクしますよ。ワクワクワークスレッシング。ちょい揺らして走行してみたら、ゆっくり走行なんでちょっと変わった感じ。夜にゆっくりドライブ、ノロノロ一般道なんで、また峠道ゆっくり走れるときに剛性リニア感
走って体感してみたいと思います。ちょい気持ちハンドル重くなったような気がしました。よければチャンネル登録をよろしく。